はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も企画をやっていきます。レベル1から99まで何時間かかるのか。今ですね、2時間1分。まあ2時間ぐらいです。で、レベルですけども、だいたい17前後となってます。で、今日の目標ですけども、船を入手したい。うん、船をなんとか入手したいところですね。でも割引を使ったとしても10万必要です。10万は結構でかいな。まあ、とりあえず、レベルを若干上げつつお金を稼いでいきましょうか。あと、先駆けが欲しくなるので、発明家のアイテムを2つ作ろうかな。まずちょっとアイテムを集めに行きましょう。それではまずはカナルブラインの、武器屋ですね。ここにあります会心のピアス、280円か、安いな。まずこれですね。で、次はニューデルスタの武器屋にあります、狙撃のピアス、これも280円か。で、もう少しアイテム集めましょうか。次はここ、コングクリークの海岸のところにある宝箱、これが虹色のガラス瓶か。これで OK でしょう。先駆けは入手できると思います。多分素材は足りるはず。ここじゃない。違う。ここだね。OK。まずこれで、クリティカルスコープが完成しました。で、もう一個。属性炸裂瓶か？これかな？属性炸裂瓶。これ結構使いますもんね。で、サポートアビリティを覚えた。これで OK です。ジョブズ、違う。サポートアビリティの、あるね。先駆け。で、他のキャラはとりあえずいいかな。で、あと BP プラスが欲しいところですね。ちょっと戦って、JP を貯めましょうか。では、遺棄された水路。まあ、ここの敵だったら全然余裕で倒せるんじゃないか。まあ、全然適正レベルなんでね。弱点は氷か。で、先駆け動きやすいね。どれぐらいいける？弱点つかなければ、ワンパンじゃないけども。これでは、まあ、ツーパンならま、全然いけるね。あ、で、ここは、こいつだ。こいつから、アイテムを盗んでいくと、美味しいんだよね。まずはちょっと盗めるように、ワンパンか。ちょっと、調整して戦わないとね。で、お金も稼がなきゃいけないので、このアクセサリーは、必須ですね。気絶させると、アイテムがもらえます。なんだったっけ？なんだったっけ？名前。繁盛のお守りだ。繁盛のお守り。これで、お金を入手しやすくなりますね。はい。それでは、BP プラスも覚えました。今、2時間24分だね。2時間24分で、BP プラスを覚えました。これで戦いに行けるね。BP プラスと、あと、先駆けですね。この2つあれば、OK です。経験値アップの装備がね、もうちょっと欲しいところですけどね。で、ここ、船の実の口か。ここで、ちょっとレベルが足りないかもしれないけども、戦ってみましょう。どうだろう。いけますかね。あ、先制攻撃。先制だったら倒せるでしょ。まず、光で削って、そんなもんか。で、氷で。ちょっと待って。まあ、半分以上は削れてるけども、ちょっと厳しいか？いやー、まだなんかね、意外ときつい。意外ときついな。ちょっと装備で、火力上げれるので、防具をちょっと買いに行きますね。確かここに、頭があったよね。古代のサークレット、これ。属性攻撃力プラス55だね。これでだいぶ攻撃力は上がります。で、防具も変えようか。鎧か。確かこの図書館のところに、鎧があったね。魔法使いのローブ。まあ、防御力はガタ落ちするんだけども、火力は上がるので、
まあ、これでゴリ押ししていきますか。それでは戻ってきました。打ってみましょう。さっきが2000ちょっとだったんで、今回は、でも弱点じゃないからね、弱点攻撃が入れば多分3000はいくんじゃないんで、これで、スーパーなら十分十分。今3時間15分ですね。3時間16分で、レベルが34まで上がりました。お金が11万だね。これで人を雇って、ちょっと割引して船を買いましょうか。問題は誰で買うかですよね。20% 確実に割り引いてもらうか、それとも、半額や 1% で、100% 還元を狙うか。こういうのも時間には入れているので、もう 20% でいいかな。 OK、 20%、まあ、2万円戻ってくれば十分でしょう。船購入では、装備品を集めていきましょうか。この伝説の装備は取りやすいよね。ダブルトマホーク。で、あと、経験値ブースター取れたっけ？サメはまだ倒せないだろうね。無理だろうな、まだ。確か、ここだよね。OK。経験値ブースターゲット。これでレベル上げがだいぶやりやすくなりましたね。どこで上げようかな、次は。この女帝の船なんかあったよね。確か、ここでアイテム取ってさ、ウェポンマスター解放しようか。なんかそれがいいような気がする。確かあったな、錆びた装備が。錆びた探検だ、探検。いやでも錆びたやつが4つぐらい入手しないとダメだったよな。これはライセンスだね。オッケーオッケー。そういえば、ここ取ってなかった。海鳴りの洞窟。ここまだだったね。確か装備がいくつかと、アイテムもあった。で、オーシュットで捕獲したらいいやつがいるよね。あいつも捕獲しようか。結構簡単にいけましたね。結構簡単にいけた。こいつが1体いると全然違うんだよね。そしてついでに JP ブースター。そうだ、JP ブースターだ、ここは。今、3時間57分ですね。3時間57分。あと3分でおしまいです。ウェポンマスター取りましょうか。確か武器1個でもあれば、取れるよね。で、剣まで入手できて、さらに、ウェポンマスター。でも、そうか。アビリティはまだか。斧を早めに取りたいところだね。はい。それではですね、今日も2時間、計4時間ですね。終わりました。全員のレベルが40。なかなか上がったんじゃないですか。レベル40を4時間以内でいけるって、なかなか、いい感じだと思います。で、次の2時間で、ここを行きたいね。ストームヘイル。ストームヘイルまで行って、で、一番美味しいダンジョン。あそこを解放したいと思います。で、あと、ここだよね。ウェルドローブのアルロンド。あいつを解放するには、パルテティオのメインストーリーを全部クリアしないといけないよな。いけないよね。で、さらに、仲間にするのにも、一回15万か。導くにはレベル80必要なので、なかなか、難しいかもしんないけども、まあ、進めれるだけね、次も進めていきましょう。はい。合計4時間でここまで来ることができました。これ意外と早くレベル99なりそうですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。